今日の天気予報はどうだったっけ？ああ、見りゃ分かるだろう。雲一つなくパーッと晴れて最高の野球日和だぜ。それがどういう意味か分かるか？せっかく手に入れた開幕戦のチケットがお前に連れ回されてパーになった最低の日ってことだよ。ああ、お前何そっぽ向いてやがる。これを手に入れるのにどれだけ苦労したと思ってんだよ。くーの、うわー、トト、おい、いきなり何しやがる。うわー、それは気の毒だったわね。でもあんたが約束したのよ。面倒な仕事を片付けてくれたら言うこと何でも聞くって。何でもって言ったって。限度が。さあ車を出して。まだ連れ回すつもりかよ。一体朝からどれだけ車を転がしてると思ってんだよ。くそ、こいつまで機嫌が悪いと来やがる。おい、無茶するなよ。昨日届いたばかりの俺の新車を。はい、車を出して。場所を忘れちまったんだろ。なんだよ急に。おい、おいおい、頼む、力を貸してくれ。手遅れになる前に。おい、なんだよ。まさか待ち合わせは明日でしたなんて言うんじゃねえだろうな。いいえ、待ち合わせは今日この場所。何？エンゾ、あんたはここで待ってて。いい？ここで待ってるのよ。一歩も動かないで。一歩もってどういうことだよ。なんだよ。おい、ここにいろって一体いつまで待ってりゃいいんだよ。おい、thank you.
まったく、あいつに関わるとろくなことにならねえってのに、どうして俺はすぐ弱みを握られちまうんだ。あ？雨か？いつの間にこんなに曇ったんだ。なんだありゃ。おい、上から光ってのはいつもろくなことが起きねえぞ。ちょっ、どう？お女？なんだ、一体どこから落ちてきやがった。この顔どこかで見たような。うお、おい、頼む、連れてって。なんなんだ、いきなり暇じゃ。どこへ。いや、うお、どいつもこいつも、俺はタクシーじゃねえんだぜ。急に上から降ってきたんだ。俺は知らねえ、俺とは何の関係も。うわっ、おい、なんだ、あの女またなんかやらかしやがったのか。あ、買ったばかりの車に何しやがる。うん、くっ、ちくしょう、何だってんだ。車が出せねえじゃねえか。なんだよ、おい、嘘だろ。手を払う前に死なれちゃ困る。見ない顔だな。お前さん何者だ。積んでやる。待ってな。
ってるのよ。下品なパーティーは他でやってちょうだい。さすがに手を焼いてるようだな。どうかしら。冷めないうちに注文したものをちょうだい。ええ、ほらよ。見ない顔ね。それじゃあとっておきの仮面舞踏を見せてあげるわ。踊りましょう。